福岡市博多区の福岡県立総合プールで行われている合同潜水訓練には、三池海上保安部と福岡、佐賀、熊本県の有明海沿岸にある消防機関の職員などおよそ40人が参加しています。訓練は深さ5メートルの飛び込みプールで行われていて、参加者たちは素潜りなどの基礎訓練をした後、車両が海に転落したことを想定した人命救助訓練も実施しました。うちと違うやり方であったりとか、そういうのを見て、自分たちがうちに持ち帰って、それをフィードバックして、より良い救難活動、水難救助活動につなげていきたいと。この合同訓練は有明海沿岸での津波など大規模災害や水難事故が発生したときに、海上保安部と沿岸地域の消防が連携して対応できるよう毎年実施しているものです。